次の舞台はどこにでもあるスーパーマーケット。多くの買い物客でにぎわう夕方のスーパーマーケット。セロはこの奇跡とは程遠い現実の世界で一体何をしようというのか。 Excuse me, excuse me. Come here, come here. Excuse me, watch this, watch this. Okay. Watch, watch.ゆっくりと手に取ったリンゴにパワーを送るセロ。その様子に目を留め人が集まり出してきた。とその時、なんとリンゴがセロの手を離れて宙を舞い始めたのだ。さらに、おすすめ。続いて食べてしまったリンゴの会計をするためレジに向かうセロ。105円。でも100円って書いてありましたよ。消費税入りまして5円必要なんですけども。すいません、今日持ってきてない100円しか。食べられてしまってどうしようもないんですけれども。これは？いつも募金箱でして、お客様が募金してくれたものですので、申し訳ございません。こちらの方からは。ちょっと待ってください。これを手で取らないで不思議な方法で取ります。そしたらいいですか？ちょっと見てて。この辺の五円玉見えます？真ん中あたり、ちょっと見てくださいね。いきます。わずかな隙間しかない募金箱の中から一切手を触れることなく五円玉を取り出した。105円、これでお願いします。募金箱ですので、こちらここからお受け取りできないんですけれども。ダメなんですか？じゃあですね、じゃあ今日は僕からですね、一体何が起こったのだろうか。募金箱を持ったセロが後ろを向き振り返った瞬間、大量のお札が出現した。じゃあ僕からチャリティーには差し上げますので、リンゴください。わー、ありがとう。Thank you。 これは本当にマジックなのか。我々はまたしても奇跡の目撃者となった。